てかうち親がさ病気になっちまって入院しててでなんかその旅行行けなかったみ,みんなで企画してた友達との旅行行けなくてでそのいや休んだんだよ行からずにその、母ちゃんの見舞いとか行ってたから行けなかったんだけどでっていう理由があるからちょっと行け今回旅行行けねえわっつったらみんなよっちゃんとかがまあそういう時はしょうがねえよじゃあ俺たちだけで楽しんでくるなーみたいな感じ行って。 帰ってきて、しばらく俺、その、一応さ、そうやって報告したからには、現状を軽く報告するのが筋じゃん。でも、よっちゃんマジでめんどくさいから、言ってなかったのね。えー、まっちゃんには言ってたの。まあ、こういう感じだよ、こういう感じだよ、みたいな。今、退院したよとか、また入院したよとか言ってたんだけど、で、俺、よっちゃんの LINE ブロックしてるからさ、あいつめんどくせえから。<laughs> ブロックしてるから、俺からの情報が一切ないから、その、おい。 マッチャと二人で飲んだ時に、おい、純のお母さん大丈夫なのかみたいな話したらしいの。で、俺の母ちゃんの状況をマッチャは知ってるから、これこれこういう状況らしいよって言ったら、ヨちゃんが本当に、本当に号泣しちゃったらしくて、もうほんお頼む、おい、変わってやりてえ、俺が <laughs> つって。あいつ、俺の母ちゃんの病気を変わってやりてえ、つって、マジでガチで号泣したらしい。俺、頼む、俺が変わってやりてえよつって。ネタじゃなく、ネタじゃなしに。 ガチで泣きながら変わってやりてってずーっと言ってたらしい。それ聞いて俺気持ち悪くて本当に電話ブロックしてればそれ以降。気持ち悪いなと思って。そんでその情報、まっちゃん経由で俺聞いててネタにしてるのにもかかわらず、あいつ俺に気遣ってくるのがムカつくんだよね。おい、ジュン、母ちゃん大丈夫かって悟空みたいな声に送ってくんの。おい、そのなんかたまにはよ、教えてくれよ、つって。 変わってやりてえっ,って、裏で泣いて、俺バカにしてるのに、あいつ気持ち悪いなーっ,つって、あいつ相変わらず気持ち悪いなーってみんなに言ってんのに、それに気づいてないと思って、あいつが俺に LINE 送ってくんのね。<laughs> ちょっとよ、教えてくれよ大丈夫かーって。あいつ放送でも友達悪口絶対言わねえよな、そうだよ。あいつマジで悪口言わねえよ。なんか、彼女と、 よ、よちゃんの彼女と俺とわっちゃんとふとんちゃんとてんぐちゃんで遊んでたときに彼女の態度が悪いっつって俺のちにそんな態度する奴はもう一緒にいれねえっつってよっちゃん走り出したんだよ意味わかんなくない俺のちの前でそんな態度取る女とはもう一緒にいれねえっつっていきなり走り出したんだよい,いなくなったんだよマジで 納得いかねえつって。初めて会った人、その時は、顔を合わせてめっちゃ頑張ってくれてたのに、円滑に進ませなかったつって。<laughs> その後どうすんだよ、なんか。お前の母ちゃんはよっちゃのことどう思ってんの？よっちゃのこと知らない。俺の母ちゃんは。<laughs> 俺が話さないから。よっちゃのことは知らない。存在を知らない。うちの母親は。 いない人になってる。存在、<laughs> モブ。知らないこと、知らない、あの、よっちゃんのことを知ると、体調が悪くなるといけないから、俺これマジで思ってるからな。あいつ絶対めんどくさいから見舞い行くよとか言うの。もうそうすると、うちの母ちゃんの病状に関わるから、マジで本当にやめて、やめてほしいから、俺は、だから言ってない。どこで入院してるとか、言ってないし、現状も言ってないし、母ちゃんにも言ってない。 言ってないわ内緒にしてる <laughs> 隠してる今